全略、母さん元気ですか。島根はもうすっかり春めいて、楽山公園の桜も満開の頃でしょうか。僕は最近、新しく入ってきた団員を訓練し、一人前の戦闘員に鍛え上げる教官をしています。よし、まずお前らに教えるのは戦闘員の言葉だ。テレビでもおなじみだが、戦闘員は普通の言葉を喋っちゃいけない。常にいいとか、今日とか、いずれかで話すんだ。それじゃ俺の後に続け。いい、いい、よう、よう、いい、いい、よう、よう。勘弁してください、上司から言われたんです。勘弁してください、上司から言われたんです。どうもこんにちは、プラスペプラーです。どうもこんにちは、プラスペプラーです。君、一体何の訓練をしているんだね。あ、相当、いや、万が一の時に敵の機嫌を直す練習もしておこうと思って。そんなんで敵の機嫌が直るわけないじゃないかね。どうもこんにちは、プラスペプラーです。本当だ、それ悪くないね。はい、いやいやいや、そんなこと言ってる場合じゃないぞ、吉田君。なんだね、このカツラは。あ、小泉チルドレン風の紳士用カツラですが、何か。何かじゃないよ、最近吉田君のガラクタが更衣室を占領しつつある。このカツラだってわしのロッカーにまで入っておったんだ。いや、僕はもう飽きたんで。なんでわしがお下がりをかぶんなきゃいけないんだ。そんなふざけている場合じゃないぞ。明日はいよいよわしらの野望が達成される日なんじゃからな。そうでした、いよいよ僕ら歴史の表舞台に踊り出るんですね。そうだとも、吉田君。見たまえ、これは竜の爪団が10年の歳月をかけて研究し、この旅の総攻撃には念願の世界征服を達成するために作られた秘密兵器、ドラゴンヘッドだ。竜頭ってことですよね。そんな時計の部品みたいな呼び方はやめてまえ。これは世界中のどんな兵器よりも強力で、ステルス迷彩も標準装備し、葬式では黒くなり、結婚式では白くなり、還暦の祝いでは赤くなるという優れものだ。すごいっす、これさえあればどんな場所でも敵なしですね。うん、確かにそうだが、それだけでは世界征服はできない。なぜなら、あの憎きデラックスファイターがおるからじゃ。そうでした、デラックスファイターがいました。見たか、この竜の爪団が誇る空中戦艦を。24時間以内に全ての国は武器を放棄し、我らが竜の爪団に降伏するのだ。相当、何者かが艦内に忍び込んだとの情報です。なんだと、何者だ、探せ探せ。はっはっはっは、竜の爪団、今日がお前たちの最後の日だ。ああ、デラックスファイターだ。うんうん、そうだ、そういうわけでデラックスボンバー、早いよ。デラックスファイター。そうだ、というわけでデラックス、早くすんだよ。デラックスだからもう。あいつ、なんですぐに必殺技を送り出すのかの。まあ、必殺技を遅く出す他のヒーローの方が不思議ですけどね。しかしだな、あまりにも見せ場がないというか、ちょっと卑怯じゃないか。いつもすぐにデラックスボンバーで、ちょっと根気が足らん。きっと末っ子なんですよ。俺にしたってこっちはその度に一から資金を調達し、秘密兵器を作り直して、メンバーを訓練して、モチベーションを高め、鶴岡八幡宮で戦勝祈願して、満を持してやってるというのに、もうちょい敬意を表してもらいたいもんじゃよ。そうっすよね。今回もお前たちの作戦は失敗だ。うんうん、まさかその声は。そうだ、デラックスファイターだ。うんうん、デラックスファイター、どっから入ってきたんだ。玄関からだ。吉田君、また玄関の鍵を閉め忘れたのか。うっかりしてました。そういうわけでデラックスボンバー。ま、待て、いつもすぐにデラックスボンバーばかりではわしらのメンツが立たない。ここはもう少し時間をくれ。やだ、デラックス。そこをなんとか頼むよ。戦闘準備が整うまでの5分、5分でいいんだ。じゃあこうしよう。10万円あげよう。そしてわしらは今日はとりあえず帰る。今日は帰るから、これでどうだ。10万、ちゃんと日本円だ。頼むよ。でな、わ、それじゃプラズマテレビ、プラズマつけて、さらにハワイ旅行もつける。それでわしら今週は休む。今週いっぱい休むから、それでなんとか。ワイハープラズマ、プラズマワイハー。ちゃんと日本製だ。32型だぞ。今週いっぱい休むの。今週いっぱい休む。来週は月曜の9時か。来週どうする。それはまた来週考える。小泉チルドレン風の新仕様カツラやるからさ。デラックスボンバー。